慶応2年生エース小宅雅樹、60校から勧誘があった。小宅雅樹投手は栃木宇都宮市の出身。慶応宇都宮ボーイズではエースとして3年春の日本一に導いた。50から60の高校から誘いがありました。多くの強豪校の中から考えてできる点と自由な雰囲気に憧れて慶応を第一志望にした。そりゃ大学も慶応入れるなら慶応にするやろ。野球で日本一になって偏差値も76とかどないなっとるんや。こういうのはスポーツ枠があるんやわ。野球推薦はないけど内申と作文と面接で入れる栄養入試があるんや。特待の待遇すごそう。逆に慶応の特待を断るやつおるか。女子からはその10倍誘われてそう。そりゃプロ行くとかじゃなきゃ慶応を選ぶよ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは野球速報チャンネルです。野球知識や思ったことをコメント欄にぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。面白い情報を知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。